はいみなさん、こんにちは。アイジーできてます。けいちゃんです。はい、今日もですね、えー、今日は土曜日、13日の、えー、土曜日を迎えております。えっ、ー、とですね、ちょっとね、他の動画でもちょっと申し上げたんですけども、もう今日、明日はですね、えー、私もちょっとね、いろいろ動画の編集とかはせずにですね、えー、もうどんどんね、動画を上げていきたいなと思います。お、え、そ、ー、らくはですね、えー、もうこれから出てくる内容というのは、まあ、どんどん速報ベースの話だと思いますので、えー まあ、それでまあ、明日ですね、明日の午前中には、小室圭氏と小室和子さんがですね、実際にもう渡米をされるということですので、もうとに,とにかくね、もう編集とかせずに、こういうことがありました、ありましたっていう形で、まあ、随時ですね、ちょっとね、いろんな話をさせていただきたいと思います。ということでですね、あの、皆さんもうご存知の通りですね、昨日の夜 <laughs>、急にですね、あの、小室圭氏と元婚約者の A さんが、 えー、例の金銭トラブルに関してですね、話をしましたと、えー、という中でですね、それを一番最初に、えー、昨日の段階でスクープという形で伝えてたのが、えー、フライデーでしたっていう中で、えー、実はですね、私の今現在この動画を撮っている、本当にね、えー、30分ぐらい前かな、またフライデーの方で、フライデーデジタルですけども、の方で、まあ、具体的に昨日の、 会見の内容ですね、それが出てきましたので、えー、ちょっとね、お伝えさせていただきます。でですね、ちょっとね、えー、このフライデーディジタルのですね、実際のメインの部分ですね、ちょっと非常に気になる部分をちょっと、ね、読んでいきたいと思います。えっ、ー、とですね、えー、まあ一応読んでいきますね。8人掛けのテーブルが置かれただけの無機質な部屋で、えー、K 君と私は十数年ぶりに対面しましたと。 2人の間にはアクリル板が置かれ、互いにマスクをしたまま、私は久しぶりに会った彼を見て、えお父さんの年勝さんに似てきたなと思いました。しかし彼の表情は硬くえ、私が知っている昔の K 君とは随分印象が変わっていました。というようなことで、どうもえ昨日はですね、始まったみたいですね。で、えー、っとね、えー、 えっと、元婚約者の方ですが、交渉当日、私は仕事が終わった後、代理人と合流し、夜8時少し前に表参道の事務所に到着しましたと。事務所に入ると、最初は4人掛けのテーブルだけが置かれた小さな部屋に通されました。私は事前に代理人を通じて、K 君と2人で話がしたい。まあ、そうでしょうね。という希望を伝えていました。その方が率直に本音で話し合えると思ったからです。しかし、 交渉直前の別室で先方の代理人より、互いの代理人を交えた 4, 人に 4, 4名での交渉でお願いしたいという申し出がありました。私の希望とは違う形でしたが、ここで揉めて交渉が台無しになってはどうしようもないと思い、そういう形で4人で,です、ね、実際には交渉の席、面談の席に入ったというような形です。 で8人掛けのテーブルを挟んで私と K 君が向かい合い同じテーブルの端に互いの代理人が座るという形式でしたという形みたいですねで、まあ、ここからが具体的にですねその交渉というか面談というかですねその内容が具体的に書いております K 君は最初に学生の時 A さんにいろいろなことをしてもらったことは感謝していますと、うん、一応そういうあれです、ね、感謝の念は話をしたんですね でしかし、母と一方的に婚約破棄をしたこと、そしてさまざまなことは週刊誌に暴露したことは大変悲しいですとも言いました。何度もお伝えしている通り、私が佳代さんとの婚約を解消したのは、度重なるお金の無心に耐えられなくなったことが原因ですと、その借金はなかったことにされていることに納得ができなかったので、メディアの方々に自分の周りで起きた事実を語ったのです。 まあ、ここら辺はですね、やっぱり、まあ、実際にこういう、まあ、昨日ね、一応、合意をしたということですけども、やっぱり A さんのね、この心のね、内ではかなり違いますね。えー、まあ、一応さっき申し上げましたように、えー、昨日のこの面談交渉ではですね、えー、まあ、これは26日の結婚会見でも言ってましたけども、まあ、感謝のね、 まあこれもね、ほとんど初めてですけどね、この4年間でね、この感謝の念ということは、もうその冒頭で話をしたみたいですけども、えー、どうもですね、この小室圭氏のその心持ちというかですね、その中では、えー、要は、まあ、あの、この元婚約者 A さんの方から、えー、まあ特に週刊誌ですね、に話をしたようなことに関しては、なんかやっぱり面白くないというような感じをやっぱり持っているというような、 そんなようなちょっとね、口調だったんでしょうね。で、えーまあ、そういったような形で、えー、ですね、続いて、えー、っとですね、ちょっとまた読んでいきますけども、えー、彼は学生の頃は A さんのことを真摯だと思っていました。しかし A さんがやっていることは真摯だった A さんとは乖離していませんかせめて一本、えー、直接連絡をしてほしかったと。 言われたんですけどもこれちょっとおかしいですねいつも連絡してるのは A さんの方からだったんじゃないですかということですけどね、えー、彼が何度も悲しいと繰り返すので私はそれは申し訳なかったと頭を下げましたうん、これはねやっぱりね A さんのその人の良さというかですね決して頭を下げることはないと思うんですけどねお金を貸してそれに対して踏み倒そうとしてたような人たちですから それに対して申し訳なかったと頭を下げる。これは必要ないですけども、まあやっぱり A さんの非常にですね、お人柄の良さなんでしょうね。えー、K 君のことは一時は自分の子供も同然に思っていましたから、その彼から悲しいと言われれば私も申し訳ない気持ちになります。うんまあこれ悲しい悲しいと言ったのがね、まあ。 この小室圭氏の側からすればもし私が小室圭氏だったらこの悲しいという言葉を連発することによって自分がにはやっぱり火がないというようなことをね伝えたかったとっっいうような感じがしなりませんけどもまあ何せ A さんですね非常にお人もよろしいのでそれでここで謝ってしまったようですねで続きます、えー、私はお金を貸した方の立場ですしそうですよね えー、かよさんや、えー、彼からいつ連絡があってもいいように電話番号を、は、もうそのままにしていたのですと、彼からそう繰り返されて、胸に、えー、ものが詰まったような気分になったことは確かです。そうだよなぁ。渉を通じて向こうから謝罪の言葉のようなものはありませんでした。これはもう、やっぱりですね、この3年間、4年間、ずーっともう、まあ逆に小室側からすればですね、守備一貫している態度ですよね。さっき申し上げましたように、今回は、まあ、 ある、ある意味ですね、その、えー、会見、結婚会見でも言ったよ、言ってたように、感謝の気持ちは伝えたようですけれども、やっぱりこの根底のですね、実際のこの409万3000円に関する金銭トラブルに関しては、結局は私は悪くない、悪くないという。で、悲しかった、悲しかった。<laughs> まあ、あの、例のですね、えー、新小室文書と全く同じようなことを繰り返して言ってた。 まあ逆に言うと、これはまあこういうことを言ってたということは、上芝弁護士代理人のえ弁護士の方と、まあもともと示し合わせてこういうふうに言おうと。というようなね、ことだったんでしょうね。逆にここでまた意見を繰り、あの、覆すと、もあもともとのその4月8日の経験文書が破綻するからということもあったんでしょうけども、まあもともとあの経験文書破綻してますけどね <laughs>。まあそういうことじゃないかなというふうな気がします。で、 えー、でですね、あとね、もうちょっとあるんで行ってきますね。えーとですね、えー、元婚約者の方ですが、えー、っとね、これはいいかな。うん、あの、えー、私はもちろん結婚おめでとう。えー、司法試験は残念だったね。でも学生時代からケイ君の頑張りはよく知っているから、絶対次の試験は大丈夫だよということも伝えました。しかし彼の 表情は緩むことなく私がただ K 君を気持ちよく送り出したいんですというといぶかしそうな顔をしていましたこういうのがねこういうのは,、ね、ううのはもうあのこのやっぱり KK 星の一貫したですね態度ですよねさっきも申し上げましたようにまあわからないこともないですけどねもともと自分で出した、まあ、自分で書いたかどうかわからないけど自分で出したあの何枚でしたっけ28枚でしたかね あの6万字にも及ぶと言われる深呼の文章を覆す,覆すような表現は当然できないので、えー、今更ながらにですね A さんの方から、えー、ただ K 君を気持ちよく送り出したいんですというような言葉を言われてもそれに対してね笑顔を返すことができなかったというね、まあ、ここら辺がねもう頑固というかですね結局,結局は自分で非を認めてないんですよね。感謝こそ えー、されどですね、実際に、えー、その、お金を借りているというね、その立場も完全に忘れて、えー、なんで、どっちかっていうと、なんで自分はお金を返さなきゃいけないのみたいな、そんな感じにも思えちゃいますよね。まあ、このフライデーの記事によるとですけどね。で、交渉の最中、ずっと彼は悲しそうな、恨めしそうな表情をしていたのが印象的でした。これを見る このね、恨めしそうな印象であったのであれば、まさしくそうですよね。自分はやっぱり未だに悪くはない。なんで解決金払わなきゃいけないのっていうようなことが、要は、えー、態度に滲にみ出ているようなことなんでしょうね。で、えー、交渉の最後の方で彼が解決金の話を切り出しましたということで、私は何度も彼が悲しいという言葉を繰り返すのに辛い気持ちになってしまいましたと。 私はこの問題が一刻も早く解決し彼が何の心残りもなく旅立ってほしいと思っていましたそして交渉の場で昔の仲が良かった頃のように少しでも話せたらと思ったのですしかしその思いは叶えいませんでした、えー、ただだからといってこの問題をこれ以上長引かせてはいけないと思う思,う思いは強く持っていましたそれで私は諦めと無念さを持ちながら確認書にサインをしたのですということですね まああのー、最終的には、ですねやっぱりその、えー、元婚約者 A さんも、えー、納得したわけではないですけども、これ以上やっぱり話を長くしたくないと、いつまでたっても小室会社は出てこないというようなことで、えーまあ、合意書ですね、えー、合意書にサインをしたということで、一応、この、えー、金銭トラブルに関しては、幕を閉じたというような、えー、格好になりましたというようなことですね。えー、ただし やっぱり一つね、やっぱり非常に気になるのは、今回も、この、まあ、フライデーの記事が100%本当だとすると、さっき申し上げましたように、えー、やっぱりあのね、新小室文書、えー、4月8日の新小室文書から、結局この小室警視の態度は全然変わってませんよね。あくまでも自分は悪くない。えー、自分が、ね、な、ま、ん、あ、でお金を返さなきゃいけないのみたいなね、そんな感じですよね。えー、で、まあ、渋々ですね、まあ、 えー、実際その会見でもね、自分が全力で解決したいっていうことを言い切ってましたから、まあ仕方ねえかな、みたいなね、感じで、えー、まあ日本の世論もう,うるさいというようなね、<laughs> YouTuber もう,うるさいというようなことで、とりあえず幕引きを終えたいから、もうこの実際に渡米する、なんと2日前ですよね。2日前に急遽、えー、会見を、会見な代や面談を行って合意書にお互いサインをしたということです。 まあちょっとやっぱりね、非常に後味がよろしくないというような結果なんじゃないかなという気がしますけども、まあ一応ですね、元婚約者の A さんにとってはもうこれで私は良かったんじゃないかなと思いますね。この問題をなんかこれ以上またズル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 引き伸ばしてもね、今現在そのどちらかというと日本の報道、特にですね、まあ地上波の放送なんかそうみたいですけど、どちらかというとなんで元婚約者の方が叩かれるのっていうような報道も出ておりますよね。 これは絶対おかしな話だし、やっぱりそういうようなことをね、実際に浴びるのは、元婚約者のご本人ですから、やっぱり、その、まあ、日本の報道自体がね、忖度報道でどうしようもないんだけど、でもやっぱりそういうようなことが報道されることは、やっぱり A さんにとってはね、精神、衛生上よろしくないです。ということもあるので、まあ、解決金をね、これで支払って終わりということですから、これは A さんにとってはもうこれでもう全て忘れてもらった方がいいんじゃないかなっていう気がしますよね。 あとはやっぱりどうしてももう一点ですよね。気になるのは、じゃあこのお金どっから出るんですかって話ですよね。経験募集は全然お金なんかないはずです。というような中で、結局はね、結婚した配偶者である小室眞子さんのお金から出るんじゃないですかすなわちそれはもともとは皇族という、昔からですね、皇族費として支給されていた国民の税金ですよっていうようなことですね。 えまあ、これに関してはね、非常にやっぱりまた腑に落ちない点が残りますけれども、なおかつ闇にも、もうこれ以上言ってもね、実際の、えーまあ、真実は出てこないと思うんですよね。どこのお金かなんかはね。まあちょ、所詮その配偶者の同じ財布から出てきたというね、えー、小室、えー、夫妻側の言い分でしょうから、これ以上はおそらくは出てこないな、真実は出てこないような気がいたします。ということで今日はですね、またスクープ的にフライデーが あげてましたので、その記事とともに紹介させていただきました。で、あの、このフライデー D 社のですね、これ実際私、まあ、Yahoo ニュースを見て申し上げたんですけど、それはまたね、あの、概要欄に URL 貼っておきますので、そこに詳しい書いております。私が今申し上げた内容通りなんですけどもね、ぜひまたご覧になっていただければなと思います。えー、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ皆さん、サブチャンネル登録しておいてくださいね。よろしくお願いいたします。失礼します。それでは、バイバイ。